はい、どうもことです。今回なんですけども、ギター初心者から1ヶ月で、抜け出すためにやるべきことについてちょっとお話ししたいと思います。やっぱりね、ギター買って、まあ最初ってその憧れのアーティストとか、まあ好きなギタリストとか見て、まあ早くね、その上手くなって、あんな風に弾きたいとかあると思うんですけど、ギターの上達ってやっぱりね、ちょっと分かりづらいんですよね、かなり。なんかめちゃくちゃ練習して、その練習中って全然弾けないんですけど、なんかある日、あれ？なんか気づいたら弾けるみたいな、まあ、結構それの繰り返しなんで、なかなかね実感できない日々が続くので、まずそこをねしっかり理解して、まあ、やってれば絶対成長するっていうのは確実なんで、この弾いてる時にうまく弾けなくても、まあ、いつかは絶対こう弾けない弾けるってなるんで、こう徐々にこうだんだん弾けるっていうよりかは、こう弾けない期間が続いて急にこう弾けるみたいな、結構そういう成長の仕方するんで、だから継続が結構必要なんですけど、はい。で、まあ具体的にその抜け出すためにやるべき項目5つに分けたんで、まあ1個ずつ紹介していきたいと思います。で、まず1個目なんですけども、まあ練習環境を整えるっていうことですね。まあこれが結構重要で、まあ、例えばなんですけど、ギターとかエフェクターボードとか、まあ練習するじゃないですか。で、それをいちいちそのケースとかに直さないことですね。もう僕もここにもギターあるんですけど、必ずその手の届く場所に弾きたいって思った時にいつでも弾けるようにしておくっていうのが結構重要なんで、例えばまあ、ゲームとかプレイステーションとかいちいち箱に直さないですよね。もうテレビの下とかにビデオラックみたいなところにずっと置いといて、まあ、やりたいって思ったらすぐポチッと押して始めるじゃないですか。そう、意外とね準備って結構ハードルになっちゃうんで、まあ、そこをそのもう除外しといて、もう弾きたいって思ったらすぐ弾ける環境、まあ、これが結構重要ですね。で、次2つ目なんですけども、必ず簡単な楽曲から始めるっていうことですね。これね、まあその挫折を防ぐっていうのもあるんですけど、初心者の頃ってどんな曲が難しいとか、あるギターフレーズを聞いてこれが簡単なのか難しいのかっていうのが結構判断できないんですよね。で、そこで間違えて難しいのを選んじゃうと結構挫折する人多いんで、なるべくもうネットで調べて簡単な曲みたいな、で、それをやっていくみたいな。でね、その簡単な楽曲でも弾けるようになると、結構その小さな成功体験が、その嬉しくて、もうどんどんそのモチベーション上がっていくんで、まあそれが結構重要ですね。なんで二つ目は、なるべく簡単な曲から始めるっていうことですね。はい、次三つ目なんですけど、クリック、メトロノームと一緒に練習するっていうことですね。まあその音楽の三大要素の一つでもあるんですけど、まあそのリズムってかなり演奏においてはかなり重要で、結構ね、僕そのプロとアマチュアの差ってリズムって思ってるぐらいかなり重要なんですよね。そのフレーズ弾けてても、なんかこう、やっぱりプロの人と違うなって思う部分って結構リズムの正確さだったりするんですよね。走ってないとかちょっと後ろにいるぐらいが一番いいんですけど、まあそこまではまだ大丈夫ですけど、あとは日常で言うとカラオケとかですね、その歌ピッチ合ってるけどなんかちょっと下手な人っているじゃないですか。あれって大体リズムがずれてるんですよね。まあちょっと走ってるパターンが多いんですけど、なんでしっかり初心者のうちからそのメトロノームに合わせて弾く練習することで、まあ、自然とそのリズム感って養われていくんで、まあ、それ結構重要ですね。これ3つ目ですね。クリックと一緒に練習する。で、次4つ目なんですけど、練習中も常に録音するっていうことですね。まあ今この iPhone の録音機能とか、あとはもうこの DAW 作曲ソフトについてる、まあ、オーディオインターフェースとかいるんですけど、それを使っても常に練習中も録音して、で、ある程度、まあ、1曲とか弾き終わったらそれを聞き直すっていうことですね。これするとかなり成長早くなるんで、意外とね、その弾いてる時って自分で細かいミスとかタイミングのズレって全く分かんないんですよね。あ、これ結構いい感じに弾けたわと思って聞き直すと、まあ、全然ズレてたり、まあ、結構衝撃でかいですね、最初って。そう、自分の声を初めて聞いた時と同じぐらいの衝撃があるんですよね。自分の演奏を聞き直すって、あ、こんなに弾けてないんやとか、あ、こんなズレてんねやとかあるんで、しっかりその練習中も常になるべく録音して、まあ、聞き直すっていう癖をつけることで、かなり成長は早くなると思います。はい、次5つ目なんですけど、まあ、習慣化するですね。まあ、これ結構ね、精神論的なの入っちゃうんですけど、まあ、やっぱりその1日8時間やって、1日空いて、で、3日後に2日後にまた8時間とかやるよりも、その毎日2時間をずっと31日繰り返した方が絶対成長は早いんで、なんでこのしっかりその習慣化するっていうのは大事ですね。で、結構ね、最初ってやっぱり努力しないと毎日弾くって難しいんですけど、ある程度ね、その毎日継続してやってると
そのやらないと気持ち悪いっていう状態になるんですよね。その寝る前の歯磨きぐらい、その、まあ、習慣化してる人にとってはもう磨かないと寝れないぐらい気持ち悪いじゃないですか、まあ、なんかそれぐらいギターもそのずっとやってると、あ、今日弾いてないなみたいななるんで、まあ、そうする、そこまで行くと結構もう勝ったなみたいな、もう一気に多分成長するんで、だから初めは結構まあ辛い、まあもちろん楽しくてやってるんですけど、まあ、プロとか目指してる人からしたら、まあ、もちろん練習っていうのはまあ初めは苦痛なんで、まあ、そこをねしっかり習慣化するっていうのが結構重要だと思います。一日一日の繰り返しって結構あの積み上げるとすごい成果になるんで、まあ、そこは信じてやっていいと思います。5つ目、習慣化するですね。まあ、もしこれね1ヶ月ずっと31日続けると、まあ、間違いなくもう初心者の域は出してると思うんで、まあ、ぜひ、やってみてください。じゃあ今回こんな感じで終わります。よかったら概要欄に僕のブログとか SNS のリンク貼ってるんで、よかったら最後覗いていってみてください。ぜひ最後に高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。